まもなくカルドセプトセカンドオンライン全国大会 ACN カップファイナルトーナメント1回戦第4ブロックの試合が始まります。トイレは今のうちに済ませておきましょう。マップは WX。 ルールは40ラウンド30秒サドンデスオン E カードなしとなっています。さあ、全国5万人のセプターの頂点に立つのは誰か。ここ東京ドームの大観衆も湧いております。実況はウプ主、解説はハジ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。1回戦第4ブロックのメンバーはアヒコ一休、ネオ256、波動法の4人です。ブック名は X ガンダム2大剣海戦法量産型ザク。何か新しい方法を発見したかのようなブック名。そして最後は何かデモニックトレードのような気がします。それではスタート。お、これは前回と同じような BGM でしょうか。さあ、まず1番はアヒコ。見た感じ、おーっと、チ、オドラ、グーバクイーン、マットマン。まずマットマンですね。これは、グーバクイーン育ててマットマン最強という説。セカンドには、こちらもチ、チが2人並んだ。これは面白い展開だ。セカンドには、ダンピールがいません。チ、マットマン最強でした。さあ、X を使って、まずは右上から回って、左に、赤なので、火を置くでしょう。あ、先にそちら行った。クリーチャーなかったか？ネオは？クリーチャーあった。でもコンジャラをそこに置いた。はい。波動砲は？パービー。いいね。パービー。チーパービー。まずい。しかし、クリーチャー置けるのがないんで、これはリンカネ誰かの奪うかな？リンカネあったか？よく見ていたか？さあ、どうだ？もちろんリンカネ奪う。これちょっときついのが、ネオ。なんと、チー3人かぶり、そしてマッドマンがいきなり2体置かれた。さあ、そこの土地取れるか。取れないから仕方なく左上行ってそこに置く。しかし、クリーチャー来ない来ない。インカネで回したのにクリーチャーまだガーゴリル1枚だけ。うわ、これも回してしまう。まあ、とりあえずチー1が取れればいいだろうという読みで、あとは回して、クリーチャーでも3個流して、足とミスるとかやっぱり引いていきたいところか。なんと3人近ぶり。これまた楽しい対戦になりそうだ。で、まず、置ければ満足。あとは、ワイルドグロースの打ち合いだろう。さあ、一球。パーミ、いいね。そして、エスケープ。エスケ、パーミ。あ、しかし、そんな金があるか？エスケやってからパーミやる金がないんじゃないか？パーミ80字だから、ないね。またもう一回右上から回るしかないけど、ここ2連鎖いきなり取れたのはでかい。パーミ。いやらしいパーミが出てしまったんです。これだと回らないといけない。しかも、リンカネーション奪われちゃったんでね。波動砲はパーミ。いいねー。パーミ使って、それからミスると。ミスるとで、ね、安泰だがクリーチャーがない。波動砲だけ血だが、土地が取れず、辛いところ。アヒコと一球だけ、地で一応土地が2個取れた。そしてまだまだ土地が置けそうだ。まずミスルトフライ。よく見る光景だ。さあ、どれも持ってるのが、うわぁ、またマットマン置いた。最強だ。地3人かぶりのマットマン倒せる奴はいないぞ。あぁ、置けない。こっちから行く。わぁ、いいね、いいね、いいね。これでいくら入るんだ？ここ 200G 入るから置いて、さらに次、パーミ。うわ、最高。3個も。北のあそこで3個土地が取れたのはでかい。アヒコは、インカで奪われたからクリーチャーが出ない。辛い。アヒコ波動砲がクリーチャー出なくて辛い。やった、メズマ。もう、辛い。ミスると、ミスると、ドレマ、ドレマとあるが、これは、インカネを奪わざるを得ない辛さ。確か、一球が持っていた。そうだね。人のリンカネを2個奪う。これだからメズマは使えるんだよね。これでクリーチャー来なかったらおかしいよ。2回メズマリンカを2回した波動砲。しかしクリーチャー来たはいいものの、マドマンもう落とせる段階ではない。そしてスカルプチャーとか意味ね。
っちだけメズマを持って、さらにミスルとフライで、そしてクリーチャーも置けるという、最もアヒコが順調な感じ。これで、またマドマン置くか？いやー、いいとこに置けた。またマドマン置いた。マドマンもう3体置いてるアヒコ。アヒコは圧倒的有利だから、1球も、一応は、ファーミ、土地を3つ押さえてファーミッション。そして今、ワイグロ引いたか。いきなり来た3連鎖という可能性があると。これマトマンいきなり上げるあるぞ。あるぞ。誰も歩かせない。いや、待てよ。ガーゴを上げるか。ガーゴを上げる。ガーゴを上げる。ガーゴを上げる。もう、いきなり踏ませる方向に来た。いいぞ、いいぞ。240G。いや、もう4ラウンドでいきなり2連鎖レベル3ができてしまったという。これはクリーチャー出ない。クソ。クソ手札。うわぁ、デコイしかない。デコイしかない。じゃあ、どこも落とせない。まあ、とりあえずミスると打って、エスケープ。いやぁ、南で勝負するしかないかな、これ。きついなぁ。クリーチャーが、出ていない。おっと、もう、グーバクインも置けちゃうぞ。置けちゃうぞ。置いちゃうぞ、これは。グーバクイン置いちゃう。よーん、すごい。すごい、クリーチャーが多い構成なのか、アヒコ。一級は、同じだ。ブック構成が一緒だ。おっと、ガーゴイルをまた置いた。これで、うまくいけば4連鎖という形。めちゃくちゃ調子がいい。フュージョン。フュージョンでも、マットマンは落とせないが、大丈夫か？しかも、クリーチャーが出ない。足も出ない。きつい。やっとクリーチャーが出た。で、ここに、おー、マミをようやく置いて、土地1個目、まだ。そしてミスると圧倒的強さだ。圧倒的強さ。これマットマン上げに行くでしょう。アヒコ圧倒的能力。そして取る！しかも取ってしまう。コアティ強いぞ。この頃のコアティ強い。シェードホークなんかいない。さあ、もう地が何個置かれているんだ？数えてみましょう。プラス50、地が10体置か、地が10体置かれて、プラス50、100、ST100 の、コアティ強すぎ。しかし、マットマンも、HP が5ずつ上がるんだよね。なので、マットマンに対してコアティは、ちょっと足りないんだよね。残念ながら、コアティグレアムだとしても足りない。置いてもいいと思うけど、まあ、取っておくか。さあ、メズマがあるが、メズマで欲しい。リンカネを持ってる奴が誰もいない。やっとこう、右から回って、ようやくコンジャラ飛ばして、一個土地が取れるかという感じ。いや、辛い。おお、やっとリンカネ来た。リンカネ回すが、これまた全員の、この手札はジロジロ見られて全員のメズマで、メズマリンカされるのが目に見えている。それでも土地が欲しい。土地が一個もない。せっかく置いた土地が取られてしまったから土地が一個もない。ようやく一個置ける。よかった、マミー。しかし、マットマンの方がやっぱりいい。さあ、アヒコ圧倒的。メズマー。これ今、リンカネーションあったかな？見たかな？さあ、そうだね。波動砲の手札から、人のリンカネ奪いやがって、もちろんリンカネ取っちゃうよと。でもメズマ持ってるから問題ない。この手札にもおそらくリンカネあってこれが取られる羽目になるでしょうが、手札6枚補充は全く問題ない。しかし足が遅い。さあ1球入り、自分でリンカネを引いてきた。だったらさっきコアティやっぱ置いとくべきだったかなという気がする。土地の配置的には1球が最高。ワイグロなどを使えば4連鎖には、北4連鎖はいきなりできる感じ。南はもう、干からびて誰も欲しくない感じ。南は踏みそうもないからね。お、いいね。フリチャー置いて、あとは XX。十分。さあ、リンカネ、メズマをしようとしたらリンカネ来たんで、ここはリンカネするか。そうだね。クリーチャーが欲しい。まだコンジャラ1枚しか出ていないという。きつい。これでクリーチャー出てくるが、まずコンジャラを飛ばすのが先かな。で、同心円で、城の、お、いいね。次はヘイスト使って、同心円で城の一歩横に、コンジュラ置いてレベル上げするのが最高。おっと。X2 枚あるとちょっとメズマリンカはしづらいよね。いいね。ドリアド置いて。これ南で勝負が一応できる形となった波動砲。さあ、ドレマ、誰かの金奪うか、それともミスるとか先か、ドレマ、いらない。ドレマ、いらない。一回使うだけ。さあ、誰だ金をいっぱい持ってるのは。波動砲が、ほとんど、レベル上げられないし、クリーチャー置くだけ。
バッタ、足遅いが、グリッシャー置けるのは悪くない。マットマン、1、2、3、何体置かれてるんだ、マットマンが。1、2、3、4体置いたんじゃないか、マットマン。さあ、X で、地変するかな？金があんまりなかったね、9。足が遅い感じか。そうね、エスケープしたりして、ちょっと遠回りしてた感じがするからね。これで、あ、地、南は連鎖1個しかなかった。ヘイストで、赤が取れたらいいなという台数。取れなかったらコンジェラ飛ばす。さあ、どうだ？ 3。おぉ、1、2、3、4、5。ちょうどいいところで取れた。パイロ置くかな？パイロが一番安定するか。そうだね。パイロ置き。で、コンジェラ飛ばせばまだ火で勝負になるが、火一人。はい。X 削るのはちょっと辛いが。さあ、ネオの。ミスルとか欲しかった。X 捨ててまでミスルとか。まあ、それでも何もやらないよりはマシかな。金が入るからね。で、クリーチャー移動で、これで、一応2連鎖はできる。一応勝負できる形に波動砲も持っていったとは言える。さあ、さあ、こちらもミスルと。もちろんミスルと使うか。まずワイグロー。ワイグローで、おっと、空爆イン。隣は自分だから全然問題ない。これで、1。でも、たった金。1。結構土地が取ってるようで2連鎖しかない。これ一気にレベル上げるでしょう。さあ、上げたいところだが上げられない。落とせないね。ミスルとフライで一気にレベル上げたいところだが、ドレンまで座れなければいいなという。メズマ、あ、そうか。ドレン、メズマドレンまで座れるのを嫌がって、ドレンマ一枚使ってドレンマ捨てたのか。なるほど。さあ、アヒコからなんか欲しいもんあったか。ミスルとしかないんじゃない？そうだね。メズマミスルとも、金を稼ぐ手段としてはいいと。ここでは認められているようです。まあ、メズマ4入れといて、メズマリンカかメズマミスルとしとけば、もう、特に問題ないだろうという感じです。おぉ、珍しいカトプレーパスが出た。3、どうする？これ飛ばすでしょう。クリーチャー能力で飛ばし、あ、下にした！下にしたか。上で2連鎖でもいいと思ったんだが、ドラゾンが嫌がったかな。下じゃちょっとこれから連鎖作るのも辛いかなと思ったんだが、全然ミスルとかお金入らない。メズマミスルと下2人があんまり得をしていない。で、こちらもミスルとかリンカネか。そうだね。ミスルとフライなんてやってる場合ではない。これで、マッドマンは一気にレベル5ぐらいに上げ、ワイグロも欲しいし、足も欲しい。ガーゴ踏まなきゃいいんだがっつとこだね。1、2、3、4、おー、通り越した。これでマットマン上げでしょう。ドーン、誰も落とせねえ。おっと。レベル3で抑える。優しいな。しかし、アヒコ圧倒的。金がこんだけあんだから、どれまで座れることを考えなければ。まず、ランプロー。やっぱ、地変が怖いか。地変とメテオが来る可能性があるからな。ランプロー。地変でもみんなワイグロなんで、一人だけ、アップヒーバル持ってる可能性があるっていうぐらいだもんね。あ、悪くないね。このダイスが良かったから。そうだよね。フレームロード置く。これで、もう一個コンジャラーを下に飛ばせば下3連鎖か。悪くはないね。さあ、リンカで出た。これ回すかな。さすがに。X したいところだが、もうでもクリーチャー引いてもね、どこも落とせないし、とりあえず南の2連鎖勝負してレベル上げするしかないんだが、ミスルとか全然稼げなかった。さあ、落とせない。さあ、マドマンも HP50 か60上がるから無理でしょう。さあ、どうする？ピースも嫌なんだね。ピースはもちろん空爆イン。どこにもでも飛ばすんだよね。そんなに土地ないけど、まあ、取るだけマシか。で、1個すっ飛ばす。空いてる土地つってもあんまりないから、あ、まず地形変化。これで、3連鎖、レベル3が1個できた感じ。まだ金はたっぷりある。アヒコが圧倒的優勢だが、まだいいね。でまずワイグロから、もちろんドラゾンにかけ、で、1、2、3。で、次、ガーゴも地変するから、これで4連鎖になる。で、鳥で2個通ってるんで、お、いいね。で、ランプロかけたガーゴを、
上げる。4連鎖、レベル3、2個。うわ、すごい、チブック強い。ガハゴと、マドマンの、圧倒的強さ。誰も倒せるような手札がない。全員走りブックという感じ。メズマリンか、メズマミスルトのチブック走りっていう感じですね。いや、気もない。これ、もう上げて勝負するしかないよね。踏ませるしかないんだが、金がない。まだ3桁しかない。さあ、アヒコは？メズマ。メズマ3枚かぶりはさすがに嫌だが。まあ、こういう時は X 奪ってもいいし。あ、リンカあったか。ミスルトでもいいし。まあ、好きなの奪えという感じですね。リンカ奪う。どっちかっていうと足が引いていきたいかな。もう圧倒的優勢なんで、攻殻し止まらない足を引いてきて、地形変化する。これでも、まだ南は連鎖が、南も2連鎖になっちゃった。あら、すごいマットマンの数だな。ドロー対決。さあ、X いいよ。でも、まだもういい。まず X してからでもよかったんじゃないか？一気にガーゴをレベル5に上げる気か、これは。すごい金が入ったぞ。そんなに上げられない。こっちを上げた。おっと。歩きにくくしている。レベル3を量産する作戦だ。はい。さあ、ミスルトか。まずメズマか。メズマか。ついミスルト打ってからメズマにしたくなるんだが、まあ、やっぱり足が欲しいよね。さあ、波動砲から。なんかあったか。さっき人間で奪われたような。パーミを奪うか。パーミを奪うか。下から。上行く。おっと、落ちないぞ、これは。どんだけマッドマンが HP 出るか見てみたいのか。マッドマンは、置かれた地のクリーチャーの数かける5増える。全く無意味だろ、これ。50、60じゃ、話になりません。75HP 増える。シェードフォークでも倒せないんじゃないか。強すぎる。何のために攻めたんだ、金がなかったじゃないか。あと、ワイグロが出た。これで、波動砲はでも下の2連鎖しかないでしょ。あ、3連鎖目。一応勝負には絡んでいる。波動砲も地、3連鎖。火のネオだけが辛いか。いいね、いいダイスが出た。パーミ、やったもん勝ちという感じ。さあ、これで目の前を、ドリアドあたりをレベル上げて踏ませればというところだね、ここ。交換にした。まあ、マドマンの方が安定だが、ドリアドでもいいじゃないかっていう気がする。まあ、そうだね。コアティグレアムで落ちちゃうんだよね。おっと、バジリスクが出た。これ、アヒコ最強だな。うわ、回すんだ。X2 枚を捨ててまで回す。何が欲しいかという感じだね。そうすると。ワイグロ欲しいか。そんなこともないよね。ミスると、X2 枚あったでしょ。回して何が欲しいか。他人に輪郭で奪われるぐらいだったら使っちゃえっていうことか。ピースが安定すると見たかな。さあ、一級はどうする。さあ、ヘイスト。いいね。ヘイスト、X、メズマ、マナーと思っている。ヘイストで超えて、今度は右のマットマンもレベル3にするか。さあ、レベル2ぐらいか。ちょっと金がないかな。レベル3にするにはちょっと金がないか。どうする。おー、3、レベル3量産する。右歩けないけど、N 取りでは、1個だけ回ればいいんで、左歩けばいいだけだから、特に問題はない。先に X を使ってしまう。でもそこ、あ、そうか。ネオ、辛いね、辛いね。よし、奪った。これパーミン奪ったんだっけ？はい。あー、これで土地が取れたからか。よし、ナイスだ。これはいい X だったね。で、ミスルト打って、レベル上げれば、左も右も回りにくくなるという面白さ。おっと、クリーチャーしかなくなって、これで足が切れる。波動砲は辛いが、さあどうする。もう、波動砲はちょっと下では、じゃあ上では勝負できないから、下で勝負して踏んでもらうしかない。しかし、レベルの高い土地が、多い。地、置いてないもんね。さあ、アヒコは、デコイ。バジがあるのが強いね。マジがあるのが強い。これで、ここにワイグロ打って、あ、違うか、上か。そうだね。そこに打って、これで、アヒコも4連鎖。
どこでも上げて、おー、1、2、3、4。おっと、落としにいた。わざわざ行く。わざわざ行く。そこまでするか。こん、3DS のバジは期待できないが、わざわざ落としに行くこれ。わざわざ踏むのはちょっと取っといた方がいいんじゃないか。さあ、85上がるが、落としそうな気がする。この頃、おっと、失敗。大丈夫か。まあでも失敗しても、いいなという、この土地破壊でレベルが1個ダウンするんで、通行量は、ちょっと減ると。そうか。右、86じゃ全然問題ないもんね。右に行ってガーゴンを踏む方を恐れた、ということか。だったら、レベルダウンさせとけと。いいパーミだ、いいパーミだ。これは、アヒコ対一級の勝負。金がなかったところだったんでいいパーミだ。で、左上行って、今度はドラゾンを上げるまであるぞ。さあ、そうか、ガーゴイルを上げるのはバジリスク対策か。マットマン上げればいいじゃないかと思ったら、わあ、レベル3を3つ量産。これはさすがにどっか踏むだろう。一級が4連鎖、レベル3、3個。さあ、メズマ X とかしないとちょっと辛いところ。リンカネーションか？本当はミスルとしてレベル上げたかったんだけど、目の前にいきなり、レベル3作られるのは辛いんやね。さあ、リンカネか。X を奪った。とりあえず超えとかないと話にならない。で、超えておいて、自分も、レベルの高い土地を作っておく。一気に超えられた。飛ばしたいところが、レベルアップ。あー、でも怖い。怖い。コアティとバジが怖いから、レベルが上げづらい。コアティ、確かあと、アースアムルが先制 ST プラス10だったから、ガーゴンに対しても、バジリスク、アースアムルで、まあ一応攻められることは攻められるんだ。おぉ、いいね、ワンワン。これ落とされて逆に嬉しいんじゃないかな。確かマミーは死ぬと、周回数かける何十 G か入る。むしろ落としてくれぐらいの勢い。アヒコは持っているピースが役に立ちそうだね。通行料を一級の土地にかけて通行料を取らせないと。自分の土地を守るというよりも一級の土地にかけて通行料を発生させない方向で行きたいところ。ワイクロ。かけるとこあるかまだ。ワイルドロー。おぉ、そこも自分の土地だったか。これで ?5 連鎖 ?5 連鎖レベル3、1個。さあ、うまく周回できれば、さあ、こっからが勝負だね。左に行って、マジっていう手もあるが、交換した。デコイと交換した。さあ、コアティだったら、ドラゾンなら落とせると。さあ、一級はアイテム次第だね。一級は、アイテムがフュージョンしかない。フュージョンしかないということは、マトマン、ガーゴイル以外は落ちる。しかも、コアティ、アースアムルがあったら、ガーゴすら落ちてしまう。さあどうする？レベル上げづらいよな、やっぱり。ちょっと、手札的に優位なのは、もうミスると、ミスるとバルキリーしかない。さあ、ここは目の前を一気にレベル上げたいところ。手札的に優位なのはアヒコだ。あー、しかし足が遅い。上げて踏ませたかったところなんだが足が遅い。さあ、グレアム。おー、いいね。意外と土地が取れて、取り返してきている波動砲。南大勝負にある、もうサドンデスだ。さあ、これはリンカネ打ちたくはないね。取られても仕方がない。フライで回るが、まあ、バジとコアティがあるから、コアティでとりあえずドラゾーン落とせる。さあ、10。これで、左下に行ってマットマン上げかな？そうだね。これの、このマットマンを上げておけば、逃げようとした人、どっちかが踏むという形。さあ、一挙も。ヘイスト、メズマ、リンカするやな。X でも捨てるのはちょっともったいないが、どっちかというとカウンターアームルを引いていきたい。さっきカウンターアームル持ってた気がするが、リンカで流した。カウンターを引いてくれば、とりあえずは、コアティプラスバジの攻撃を耐えられる。逆にアヒコはコアティとバジを手札に持っていることで手札が回しにくくなった。それで逆に、おー、カウンター引いてきたね。これでリンカネを取らせないためにリンカネ捨てたという感じ。エスケープでもいいよ。これまずはレベル上げして、
コアティ、コアティ、コアティとかいるから、そうだね、バールの方がいいんじゃないかなと思ったら、おー、いいね、いいワイグロ。さあ、ドリアードにかけるかな。そう、これで一応3連鎖、3連鎖レベル2が1個。さっきバジに1個、どっち落とされたかね。で、ここレベル上げるのもいいぞ。いや、待て、ここ上げづらい。マットマン以外上げづらいが、でももう勝負するしかない。バジとコアティ来たらもう諦めるしかないという。さあ、ヒコ。ワイグロイーガー。ピース。どこにピースかけるか。自分にピース。まあ、デコイでも、まあ、死なないことはないか。カウンターと、もう一回バジで行く。うざいな。しかし、ここでバジ使ってくれるのは嬉しいかな。死ななくてもレベル1だからいいかっていう感じのバジ。使ってくれたら逆に嬉しい。バジがいなくなった方が嬉しい一級。置いてくれたら万々歳。そうだね。二回行けば一回は成功するわな。ドーン。まあでもまた交換でおそらく手札に入れるでしょう。でももう一枚コアティしかないと。コアティでドラゾン落とせるかな。いいね。これで1、2、3連鎖か。カウンターを絶対捨てない。どうですか？ミスると、そしてマナー。で、レベル上げたいが、ドレマがあんまり見えない場だね、今回は。ダイスがいいね。さあ、ダイスがいい。配置もいい。一級か、コアティ、バジで攻めるアヒコかという勝負になってきたが、他のプレイヤーもだんだん追いついてきた感じ。おぉ、SK、まず SK でいいと思うんだけど。X 使ってしまうと辛いが、X はメズマ X で取られるのを嫌がったのかもしれない。3連鎖、ワルキリで3連鎖にしといて悪くないと思うんだが、いやー、リンガで引いてこないと辛い。踏みそのが、おーっとこっちもバジが出た。勝負のバジ。バジグレアムが出た。さあ、どこでも落ちるぞ。マットマンすら落としてしまう。スペルじゃないか。アイテムか。あー、そうか。ホリグレを持ってとりあえずは安心したい。さあ、ワイグローかけない。マナーやって、X 打って、あとは踏んでもらうのを待つだけ。一級は右側を歩いていればとりあえず安泰だが、左行ってしまった。そうだね。レベル3の土地になったからね。左行くと、アヒコの土地を踏んでしまうが大丈夫かっていう感じ。これレベル上げるか。レベル3を2個作る方向かな。ワイグロとかは怖いんだけど、まあね、ヒブックの人には撃ってこないでしょ。バジ撃つか。あ、そう。それでも、レベル1でもバジで奪うと。お互いバジの殴り合いだと不毛だね。でもここで使ってくれて嬉しいのはどっちかというと、一級だね。一級も。さあ、死ぬでしょう。そうだね。決まるよな。この頃のバジはなんか 100% というぐらい決まってた。今のバジは全く決まんないから誰も使わない。お互い一個ずつ土地を取り合った感じ。4連鎖にした。OK。あれなし。さあ、メズマで。さあ、奪うものあったか？マナぐらいしかなかったぞ。全員そんな手札持ってなかったような気がするが。X を奪うか。X を奪って、とりあえずは歩かせないと。自分の光学地にはまってくれという期待を込めた X。そして自分も光学地を通り過ぎる。とりあえず左行って、コアティで殴る。これも、カウンターないと守れないから、これ不毛な戦いだね。いらっしゃい。これからレベル上げたいっていう時にこれ全部奪われるのがちょっと辛い。コアティいくつ出るんだ？強い。90で130まで出た。守りきれないが、遺産がもらえるのは嬉しい。コアティに対抗できるのは本当にマットマンしかいないんだよね。マットマンガーゴイルしかいない。上げられねえ。マットマンレベル上げたいが隣にもバジがいるから上げられない。仕方なくミスると撃つ。全員インカネーションが切れてメズマは持ってるが足もないしっていう感じになってきた。足が遅い。いやバジ殺されなくてよかった。クリーチャーがない。全員辛いところ。手札がすごい消耗してる。1、2、おー超えた。1、2、3、4、5超えた。これはいい。さあ、どこをレベル上げるか。これ左上かな。こっちを上げた。誰も来ない方向を上げた。左上上げてもいいかなと思ったんだが、これだけちょっと歩きにくい場になるのも今回の大会では初めて。おー、あとまたバジが出た。バジ使ってバジが出た。そこで効いてるピース。
バジが出たのは嬉しい。誰があのバジの餌になるのか。X、使いたいが、これメズマ X で奪われちゃうでしょう。使いたいが使えない。交換して、マドマンにする。最強。これ踏まないためにメズマ X をやられそう。わー、こっちもバジが出た。使わない。さあ、来た。さあ、バジの対決。これは行く。もちろん、ホリグレ使う。まあ、決まんなくても、レベルダウンするから問題ない。で、ホリグレ使わせることができる。使うしかないよね、これは。強い。バジが手札にあるだけ。バジカウンターアームルっていうんで、特攻してレベル下げるっていうこともできるしね。これは殴り殺せたらいいんだが、殴り殺せない。ドーン！何回今日はバジを見るんだ。さあ、レベルダウンしてほとんど影響がない。150で済んだ。いやー、怖いな、バジ。さあ、で、来い。SK。パーミ。SK しても変なとこに血が飛ばないからな。でも SK も悪くはないけど思うが。さあ、パーミ、取られる前に取ったというか、おー、いいダイスが出た。これはいい。レベル上げるでしょう。でも、バジがまだあるぞ。来ないと見てレベル3にするしかないよね。4だと落とされた時のが辛い。でも3だとバジで軽く来ちゃうんだよね。すると、さあ、バジグレアムがあるからどこでも落とせるか、さあ、右上が歩きづらくなった。どうするかな、これ。この嫌なダイスが出た時、これだ。これ右下行くしかないでしょ。それか、バジ特攻。いったー！やるんだ、やっぱり。このバジは誰のバジだ？一級か。5連鎖してる一級。さあ、カウンター持ってるから、これはカウンター使うでしょ。もちろん、グレアムとカウンター使う。お互い使う。そう。出し惜しみはない。この頃アイテムを使い惜しむっていうことはまあないんだよね。さあ、決まらないでくれと願うしかない。決まんなかったー！これは嬉しい。しかし、やっつけられないんでまだ手札にある。そして全員のパパジがあると気にせず歩けるっていうのがいいですね。でもまだ手札にバジがあり、全員のアイテムがなくなった。グレアムカウンター、ホリグレまでなくなった。さあ、これは殴り合いになると見ていいね。X 誰も、メズマ X で、奪わなかったでね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。安くなった、安くなったマドマンに特攻するか、コアティがあったから、コアティでドラゾンを1,2,3,4、あ、違うか。僕は数え間違えました。数え間違えました。ちょうどドラゾンのところかなと思った。おー、なるほど。ピースした土地が、最も安定と見た。アヒコがこれで抜いて1位か？まだ1級が1位だ。1級はレベル上げして、落とされない。やっぱガーゴがいいんじゃないか？バジを持っている。さあ、右上には行きづらいから、お、行く！行く！落とせないでしょ、でも。落とせないけど。あ、バジで行くバジで行くそう、落とせなくても別にいい。レベル1個ダウンさせれば、このひどいバジマットマン対決、これこそセカンドだ。さあ、今回は決まっても決まんなくてもどっちでもいい。決まると嬉しいが、決まんない。本当に2分の1ぴったりって感じだね。ドーン、落とせば100ぐらいになるから関係ない。レベル3なら気にせず特攻するという感じ。落とせば俺の勝ちだという言わんばかりの。で、ガーゴ上げるでしょう。今度はランプロ付きガーゴ最強。さあ、アップヒーバル。でも自分に使ってしまうかな。誰か落とすのに使うか。あー、きつい。これはきつい。きつい。1位ではなく、1位ではなく2位のアヒコに行った。レベル4で、これ撃たれるからな、レベル。またでもワイグロ引くしかないんだよな、っていう辛さ。自分ではなく、止めに使った。はい、もう一回バジー。ドーン。はい、もちろんバジーです、みたいな。これは、何枚アイテムあっても守りきれないでしょ。さっさとリンカーに引いて、アイテムを引いていきたい。さすがにもう死んでもいい。これ2回攻められたら、2分の1の確率だから、ほぼ、まあ落ちると言っていいでしょう。とすると、また効果がない。今回のバジはあまり決まらない。しかし、ドーン。決まっても決まらなくてもどっちでもいいっていう感じのバジ。むしろ決まらない方が手札にあるからいいんじゃないか。レベル3が一気にレベル1に落ちてしまった。アヒコは2000台まで落ちてしまった。一級だけ得をしている感じ。レベル上げるに上げられないよな。
全員バチ持ちだからな。さあ、リンカネーション回すか。これは回す。回して、アイテム引いていきたいね。カウンターアームルが引いてくれば、もう最強ということで、ガーゴレベル。声、一気に上げるでしょう。おらー、さあ。手札が見えないが、おそらくアイテム引いてきてるでしょう。2560もあるよ。あと5400まで来た。一気にレベル5。うまく、ランプロを張って、ピースも安定かと思ったんだけど、ランプロを張って、アップヒバルを避けた一球が、うまかったと見るべきか。さあ、まだでもわからない。バジがあるからね。バジでいくらでも落とせる。さあ、ガーゴも来た。ブック一周した。手札ない。1、2、3。さあ、何もしないが。さあ、どこを上げる？こっちの交換。バジ2枚あってもしょうがない。ガーゴより大きい。で、ガーゴレベル上げるかというところだが、もう遅いか？さあ、どうだ。お、コアティいいね。コアティいいね。落とせるぞ。これは金使って戻すのも辛いからな。クリーチャー能力でとりあえず増やす方向を。さあ、1球は？あ、ごめんなさい。X があり、カウンターがある。悪くはない手札だ。メズまで奪われる前に使ってしまう。一級的には、攻撃回りにくい土地はほぼないと見ていいからね。こうでしょ。で、次、砦は右下に行って、スペル占い。さらにランプロ硬い。もう一個のガーゴにランプロかけるでしょう。マイクロ引かれなければ、インフルエンスでバルキリーをインフルしてレベル上げ。よし。こっちも歩きにくいようにしてしまえば、得だが、今、でもレベルアップに金使っちゃったんで、バルキリーは上げられないか。クリシャ、置く方が優先か。でも、上げてしまって、置く方優先か。上げてしまって、歩きにくくしてもいいなと思った。さあ、金金、誘惑輪金。ああ、バジ、バジとせっかく手札に入れたんだが、輪金で、足を引いてくるしかない。チブック同士の対戦だと、本当にバジとコアティで落とすか、あとは先に走った方が勝ちっていう流れになっちゃうからね。スカルプチャーが意味ない。チブック対決ではスカルプチャーが意味がない。マントマンが出てきたがどうしようもない。レベルが上がる前に通ってしまう方向。交換。またマントマン大きい。マントマンが最も硬いと見ている。さあ、一球が。台数次第で有利。ホリグレも引いた。ホリグレカウンター。そしてランプロ。最強だ。これはランプロ使ってガーゴに蓋をし。そうだね。あとは足次第。あとメズマが出れば安泰かなという感じ。さあ、こっちから行く。落とさない。落とさないがバジがあるから、まあいいだろう。さあ、ここでバルキリーを上げる。二人こっちに今ハマったところ。ここはバルキリーを上げて勝負したいところ。そうだね。こう二人はめればレベル4までいけないか。いけないか。強気にレベル4までいけないか。3、そうね。二人はまればまだチャンスはという感じ。ここで。下に歩いた後にパーミが出るっていうのは一番辛い。すると、スカルプチャーが使えるかって言ったら、デコイしか、スカルプチャーが効くやつがいないんじゃないかな。ここはガーゴ上げでしょう、もう。いいね。ここで歩きにくくする。台数次第では歩きにくくして左と右を選択させる方向。さあ、ワイクロ戻す。いいね。まあ、3人チブックだからね。1個アップヒバルがあったところで関係ない。いいワイクロだ。これで、地に戻したんで、地5連鎖。で、レベル4に戻した。で、一気に、3300。足が遅い。コアティで奪う。コアティ。これは圧倒的に勝ってしまう。強すぎだね。ヒブックを選択する理由がないかなっていう感じだね。このコアティ状況を見ると。全員チブックだった場合、一人で他の色っていうのは相当辛いね。あとは、この頃ジャイアントイールあったんだったかな。ね。地無効とかいうクリーチャーがいればまだいいんだけど。これもまた殴る。ガーゴで殴る。コアティを上、今度は上からガーゴで殴るという。不毛な対決。いやー、ホリグレカウンターが出てるからな。一気を止められはしないだろうな。余計なね、こういうコアティを、場からなくしておくことが重要。ガーゴイルは、やっぱそれだけで十分強いね。
コアティとバジリスクを迎撃できるんでね、素で。いいヘイストだが、1,2,3,4,5,6 が出たらやばいんじゃないか ?6 が出たらやばいんじゃないか、大丈夫か、とりあえず、あー出ちゃった !6!6! 6くっそヘイスト、デコイでも落ちないしょ、デコイ、デコイ、この頃巻物デコイ使えたんだっけ、デコイフュージョンとかもありだったんだっけ、しかしない、削るだけ、しかも削らせもしない、カウンター使ってしまってよかったのか、一番怖いのは一番怖いのは、バジと。うーわー、きつい。一旦、ヘイスト待ってもよかった。さあ、スペルで、ワイグロ、マリネ。インカネーションか、足が引いていきたいところだね。さあ、一球圧倒的有利で追いつく。あ、いいインカネーション。回すしかない。回したらメズまで奪われるが、これは仕方ない。手札にバジと、コアティもあるが、そんなに気にせず回して、足を引いてきて、あとパーミとか、一、二、いや、踏んでしまった。やっぱそこレベル上げとくべきだったかなと思うんだけど、うわー何もなくなった。もう一回これリンカネか、先にフライかというところですね。わー、これと、メズマリンカはできないけど、メズマ取っとけばいいでしょう。してしまう。オリグレ一枚気にしない。そうか。X 奪うっていう手もある。メズマ X か、メズマフライっていう手もあるが、やっぱりリンカネーションかな。フライにした、フライ選択した。さて、普段にホリグレあるからね、9、ダイス9はかなり有利。そうだね、一気に超えられる。ここでバジ使ってしまうか、大丈夫か。バトマンでもやっつけられたんじゃないか。30だからバトマンで行ってもいいかなと思う。あ、フレームロードの応援があったか、ちゃんと見てるね。見てないのは僕だけ。しかも知らなかった。削っただけ。まあ、それでも価値があると見ていると。さあ、メズマフライをして、メズマを使ってしまったが、大丈夫か?目標は6000G だったら合格ゴールだが、7000G だったかな?いくらだったかな?よし。レベル3を2個作らない。レベル2じゃちょっと弱いよな。3作ってもいいと思うんだけど。でもまあバジがあるからね、本当にあげられない。火で上げられるとしたら本当にバールしかない。バイグロで止めるわけも、自分を増やすしかない。わー、そこ止めるのに使っちゃうか。それちょっともったいないかなと思うか。デコイで踏めば落とせるっていう方法かな。自分の連鎖増やす方向に使ってもいいかなと思ったんだけど。さあ、ヒコさん、足が遅い。ミスると使って、あとはメズマ X、メズマ、ヘイスト、メズマリンカ。でもリンカネーションあるから、次リンカ使うから。ああ、これがダイスが悪いよね。本当に。くぅー、クソダイス。光学値がある方向へ歩かないといけなかった。ホリグレ2枚強い。さあ、どうだ ?6000。7000か。コール7000だからレベル上げすれば終わるだろう。さあ、こっちのガーゴを今度上げた。どうだ?どこまで上がった ?6400 までいった。まだ7000は遠い。棒でいいね。さあ、右上はさすがにいけないからな。さあ、どうする?キメラをキメラちょっと遅かった感があるね。キメラも、そうだね。ヒーレー選択するとしたらキメラとバールだね。この場では。さあ、スペル引いてくる。いいね。これメズマ X で奪うでしょう。周りに攻略値が多すぎるから、交換する。やはりガーゴが強いと見た。ガーゴかデコイが強いっていう。さあ、メズマ X ミスる途中だが、ああ、自分で X でもいい。これはいい。メズマは取っといて、また後で奪うのに使う。この X は素晴らしい X 引きだね。一気に攻略値が1、2、レベル4、レベル3、レベル4を超えて、わー、でも辛い。左下に行くしかないね、これ。で、こっちをレベル上げして、おっと、城の一歩周りが全て地獄という形になった。行けるのは左上だけという形。これは面白い。さあ、ダイス次第。いいダイスが出た。さあ、レベル上げして、一気に終わらせたい。交換。まずは交換。安定の方に走った。6500。あと400するのに、あと400。
貯めるのに下回っていかないといけないっていうのはちょっと辛い。パーミはいらないか。まず X 使うかな。X 奪われちゃうぞ。使わないと奪われちゃうが、大丈夫か。多分、アヒコがね、メズマ X、あ、しない、するかな。ミスるとか。まずミスるとか、そんな余裕があるのか。メズマミスるとか、いつでもリンカネもしたいっていう感じで、リンカネ回したいんだけどなっていう感じだね。交換する。デコイにしておいて何かいいことあるか。デコイフュージョンぐらいしかないよね。さあ、一級はダークマスター出たが、ホリグレ。ホリグレをひたすら守りきって、わざわざ倒しに行く。金使うね。金使うね。そこまでしなくてもいいと思うんだが、ああ、なるほど。ダークマスターを押して、違う。ダークマスターを置いて、HP10 増えるということの方が、有効と見た。ガーゴイルの HP が60になるからね。デコイ耐性もできるという形か。100G 払ってでも、ダークマスター置く方に行った。さあ、この安定のランプのガーゴイル、そしてダークマスターの応援付き。これはさすがに止められないと思うが、誰か踏みが入らない限りは止まらない感じだね。ピースも、有効であるときだ。レベル上げない上げない。グレアムはいいんだけどね、バジとコアティが来てほしい感じなんだよね。Holy Word X。デコイじゃどうにもならん。さあ、X でそこ。ここはピースだから歩きやすくていいとして。さあ、左上行くか右上行くか。地獄の選択。まあ、2560は踏めないからやっぱ左上行くしかないよね。よし、レベル上げして勝負だ。そうだ、そこを上げて、おー、一気に5にした。踏ませれば逆転もあると、2500ぐらい入る ?1800 か。ちょっと安いが。さあ、リンカで。回すしかないか。回すしかない辛さ。これ踏みそうだな。踏みそうな気がする。怖い。踏んで大逆転。一騎圧倒的優勢だったが、波動砲が逆転するかもという感じだね。踏む!おー、怖い。マジか。マジか、こうやって引いてくればという感じ。さあ、一騎は EX だ。ここはもちろん使う。しかし、足が弱い。もう一周すれば勝てるというところ。だんだんゴールが近づいてきた。ゴールが近づいてきた。で、もちろん右下行く。で、レベル上げ。レベル上げはしないか。さあ、ちょこっとレベル上げしたい。そうだね。これで、4連鎖だから、どこまで行った ?7000 超えたか。6800まで来た。あとは白ボーナスで勝てるかというところ。足を引いて、メズマか足を引ければ、一級の勝ちだが、さあ、ゴールは遠い。デコイで行っても、落とせはしないが削るだけ。デコイ安いんで、とりあえず行くという形。死んでもいいよという感じだね。ああ、知らないな。ダークマスターの応援もあるしな。とりあえず削るがね、この削りが、大して意味があるのかっていう。削れてない、削れてない。行くだけ無駄。全然削れない。さあ、波動砲が。おー、いい X だ。こうやって、X 使って次リンカネか。まだわからんぞ、まだわからんぞ。波動砲が、あそこを踏ませればという感じで一気に超える。そしてバジ、ない。一気にバジとクワティなくなったね、手札から。さあ、そろそろもうリンカネするか。フライをしたいところが、これはリンカネしたい。あれ、リンカネしたのか。あー、ピース打つしかない。ピース打たれたらもう波動砲に勝ち目はない。これで、ピース打たれて嬉しいのはまた一球。さあ。マナ強い。マナ、バジ。マナ。怖い土地はあまりない。バジ、掘りぐれで特攻するという手もあるからね。7、一気に、押し、殺しに行く。バジで殺しに行く。さあ、アイテムはなかったような気がするぞ。しかも、ここ、地のワイルドクロースがかけられてるんで、決まんなくても別にいいという感じ。おー、掘りぐれ使ってしまう。そうか、死ななければ、もし失敗しても、失敗しても死ななければ、落とせる。あ、でも結構きついね。金が、160G 失って、落として、でも 100G ぐらい払わされるか。こっちも報酬、お互い痛み分け。さあ、これで 7000G に届かなくなったんじゃないかな。
どうだ ?128 で済んだ。6739ある。まだ大丈夫。X が出れば終わる。さあ、誰か止められる人は、忍者フュージョン。忍者フュージョンが出てほしい。忍者フュージョンが出てほしい。とりあえず殴るか、レベル上げするか。レベル上げするしかないか。ここはもう誰も止まらない。ワイクロはきつかったな。ワイクロがきつかったな。ネオにとってはワイクロがきつかった。さあ、波動砲はピースかけられたんで、これ交換するしかないよね、もう。ピースかけられたのひどいって感じでね。さあ、止めるためには、バジか、コアディ引いてこないと、バジしかないかな。でも、ホリグレ持ってるからどうしようもないよね。一球は止められない。横綱相撲という感じだ。交換して、踏ませるしかない。いや、マミー不安だが、とりあえず、マミーでもいいから踏んでくれ。3出せ、アヒコ。フライで逃げる。ドレマで衰退とか、ドレマも出てくるの遅かったね。枚数が少ないのかな。全体的に、場のドレマの枚数が少ない。いいダイスが出た。いいダイスが出た。まだ勝負にある。一気に高額値を2個超えた。そして、やっつけられはしないが、レベル上げしてちょっと追いつきたい。4500までいったが、一球あと6歩でゴール X 引けば終わる。まだまだまだ。足が遅いのが、出たー !7 が出た。強いな。横綱相撲。いやー、ようやく普通のカルドセプトを見たという感じですね。はい。地属性ブックで最も安定してランプロガーゴをした一球の勝ちという感じでした。はい、大きな流れはなかったですが、まあ、バジリスクの強さを見たかなという感じです。はい、下見ていきましょう。通行料収入もみんなそれほどでもない。支払いも結構一番払ってるのが1級だったりする。戦闘回数はバジで言っときゃ安定だろうという感じですね。はい、両親も8個9個。いやー、アップヒーバル打たれたところが勝負どころだったかなという気がします。というわけで、1回戦第4ブロックの勝者は1球でした。おめでとうございます。ではまた。